めっちゃ可愛い、ありがとうございます。似合う、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。熊の絨毯、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。まあ、ハート、ありがとうございます。賽銭箱、ありがとうございます。可愛いな。怖くのもいいかも。確かにそうかも。よいしょ。よっしゃ、ごめんね。今日は時間通りくれました。ありがとうございます。5時間で帰り、ありがとうございます。こんばんは。ランドセルめっちゃ綺麗だね。反射してる、綺麗に。林家のお雑煮はどんな感じですか？白味噌ですか？私はお餅が苦手で食べれないんですけど、お兄ちゃんとかが好きなので、よくお兄ちゃんとか食べてるんですけど、お雑煮、小豆とかかな、食べてるとしたら。きな粉が好きとか言ってました。そういえば、ランドセルはもうじきバイバイ。そうだね、そうです。フレンズはまだ寝てるのか。フレンズはね、多分ね、お団子だから寝てるね、これは。そうね、食べれないのも結構あるね。そう、食べれないの結構あるんですよ。メイドさん、これはファンの方からもらった服なので、メイドさんではないです。似てますよね。よいしょ。こんばんは。黒もいいですね、ありがとうございます。いい。12月27日の MC でお餅苦手って言ってたね。そうなんですよ、よく覚えてますね。お餅あんまり得意じゃなくて、克服できたらなって思います。調子はどう？いい感じ。きなこ餅なら何個でもいけるね。きなこね、好きな人多いんですよ。学校でもきなこ好きな人多くて。そうそうそう。小学校卒業したらランドセルください。それはダメ、ちょっと思い出なんで。はじめまして、受験さん、ありがとうございます。それ着て学校にも行っちゃう？でも多分いける。多分これ着て学校に行けると思う。あ、これは着ないよ、つけないよ、これは。お餅美味しいのにね、食べようと思うんですけど。こんばんは、こんばんは。フォローしました、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。君大福は大丈夫？君大福もあんまり得意じゃなくて。そうそうね。でもね、大福はね、わかんない、多分食べれる。なんだろうね、お餅が食べれないんですよ、私は。なんでだろう。それは耳、なんかね、これ耳みたいなやつ。きなこ餅好きやわ。あ、きなこ餅ね、お兄ちゃんも好きだよ。そう、お母さんとかも好きだと。確か熊の絨毯、ありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。お餅嫌いと聞いて傷つきました。違うからね、食べる方だからね、食べる方だからね。ハート、ありがとうございます。耳じゃなくて羽かもしれないね、飛べるように。なってる。あ、お餅食べて人初めて見た。あ、本当に？そう。ハート、ありがとうございます。そう、この耳はなんかメイド服についてたんですよ。耳かは知らないけど。そう、お餅さん、お餅を、お餅さん。そう、そうなんですよ。食べる方が苦手なだけなのでね、ね。勘違いしないで。
姉ちゃんこんばんは、こんばんは。俺も耳つけて握手会行こう。ぜひぜひこんばんは、こんばんは。みねちゃん苦手な食べ物は食わず嫌い多め。うん、そうだね、大体そうかも。でも食べ給食で食べて嫌いになっちゃったのもある。くまの絨毯ありがとうございます。明けましておめでとう。明けおめです。明けおめ。そうね、くれました。あ、ありがとうございます。でも来てくださってありがとうございます。小学生卒業したらランドセルをメイクポーチにしよう。いいねいいねって。あけおめありがとうございます。初見です。初見さんありがとうございます。本もそれ切り寄ってありますか。ないですね。はい、ないです。はじめまして。あれあれかわいい、ありがとうございます。メイドさんですか。メイドさんではないですよ。ハートありがとうございます。ランドセルは小さいランドセルにする職人がいるよ。そう、いるんですよね。今日は初見です。あ、初見さん、今日の初見さんありがとうございます。初見じゃないのに。すき焼き美味しそう。そう、すき焼き昨日食べてめっちゃ美味しかった。もう美味しかったよ本当に。もう夜ご飯食べたの。まだ食べてない。もうお腹すいた。とてもとてもお腹すいた。あ、リボンですかな。これはね、カチューシャです。お耳です。今日はすき焼き食べました。美味しそう。私もすき焼きうどん食べよう。すき焼き美味しいですよね。初見ですわ。流行ってるのね。なんだろうね、なんかみんな初見って。みえちゃん一生でも頑張ってるね。ありがとうございます。そう、最近はよくやって、冬休みだからね。ずっとおせち料理食べてます。いいじゃん、おせち。私食べたことあんまないけど、ないんじゃないかなってくらい。大富豪大さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あ、ロマンスになったっけ確か。今日はすき焼きを作りました。あ、美味しそう。いいね、すき焼き多いね。やっぱり、やっぱすき焼き、うん、わかるよ。ハートありがとうございます。今日はみれちゃんも好きなサーモンとマグロと他お刺身料理定食です。美味しそう。お腹すいた。今日大富豪したの。今日はまだ大富豪してない。昨日ね、昨日だと思う。今日はまたやる大富豪。大富豪大さんありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。あ、ハピネス、あ、またハピネスだったか。ごめんなさい。そっかそっか、そう、かそうか。ごめんなさい、間違えちゃった。コメントを定型文に初見ですがあるからかな。そうだね、多分ね、押しちゃうんだよね、間違えて。昨日は2回対戦できて嬉しかったです。 ありがとうございます。そうだね。ありがとうございます。はじめまして。はじめましてじゃないでしょ。今日はですね、あのおみくじ引いてきたんですよ。それでおみくじがあれだったんですよ。何だと思います。何吉だと思いますか。私が何教だと思いますか。初見といえば読まれるから。そう、今ルーさんの、そうそうそう、37以前後に。そうなんですよ、もっとやんないとね。あー、なるほどね。大凶、大吉、大吉、中吉、大凶、大凶。正解はですね、やばいんですよ、大凶だったんですよ。大凶でやばかったんですよっていうのは嘘で、あ、間違えた、ロマンスでした。あ、やっぱりだよね。っていうのは嘘で、っていうのは嘘で、
末吉でした。あ、ごめん違うからね。はじめまして。あ、はじめましての方ありがとうございます。初見じゃありません。ありがとうございます。嘘ですからね、ごめんなさいね。嘘だよ。ハートありがとうございます。嘘。末吉でした。なんか去年はあの中吉だったんですけど、またワンランク下に行っちゃって、ツーランクくらい下行っちゃって。あ、ミネちゃんはじめまして。ミネちゃんと同じルーちゃん推して、 ありがとうございます。もう押していきましょう。大富豪のイベント頑張りましょう。そうなんとも言えない結果なんですよ。なんか不安になりますよ、こういうの見ると。なんですけど、今年から一押しにする。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。普通に大凶信じたい。本当に大凶ってさ、大吉より出すの難しくない？絶対 100% 難しいよね。まあ、大凶出た時は多分なんかもう最悪、人生で一番最悪な出来事が起こりうると思う。まあでもね、気持ち次第ですよ。そんな思っとく。そう。ミレイちゃん小さい嘘かわいいな。ありがとうございます。今日も早く。かわいい。そうだ、いいことだけ信じましょう。そうですよ。なんて書いてあるかと言いますと、用心して時の来るのを待て。初めは心配事多いけれど、後になれば何事も望み通り叶うようになり、幸い引き続いてきます。幸いな、幸福、幸福って書いてあるけど、なんかひらがなで幸いって書いてある。信心怠りなく心を正しなさいって書いてある。まあって言われてもね。まだわかんないけど多分大丈夫よ。そう、だって望み通り叶うようになりって書いてあるもん。だから最初の方は末吉でどんどん大吉になっていくみたいな、あと信じてるよ、人生がね、1年がね。そう、なんか最初の春だって、卒業までくらい、6年の卒業までくらいは、まあ、末、まあまあだなって感じ。でもだんだんもっと上に行って、最後に結果的に12月は、あの、来年違う、12月は大吉になる。絶対願い事はね、春より秋が良い、思い立つこと月杖にせよ。月末って書いてるから、ね、だから秋がいいんだって。秋か。願い事は秋がいいらしいよ。で、仕事運は騒げば損ありって書いてある。ん？難しいね。あ、ハートありがとうございます。難しくない？騒げば損ありだって。どうする？どうすればいいの？春野菜より秋野菜、いや、ちょそれではないと思うね、多分。秋までに飽きないでね、上手。どういうこと？ってことはさ、イコールさ、騒いじゃダメってことね。難しいね。じゃあこれから少量も騒がずにいきます。おとなしくできるのできますよ、多分頑張れば。そうね、学問、自信を持つこと、自分に自信を持つことって書いてある。自分に自信を持つことね。確かに私は最近もう自信がなくなってきて、あ、絶対次のテストも0点だとか思ってるから、こんな悪い点数かもしれない。絶対ね。中期で一番騒がしいメンバーは誰？え、誰だろうね。なんか私年少に見せかけての、やっぱお姉さんたちが騒いでるようなイメージはあるよ、私たちはね。なんかお姉さんたち元気ある、本当に元気あるね、みんなすごい元気、羨ましいってくらい元気あるもん。宿題終わった？宿題まだ終わってない。あ、でもね、あの習字だけだから大丈夫。なんとかいける。青木さんがうるさそう。確かに。いや、でもうるさいわけじゃないんですよ。なんか元気というか、なんかはしゃいでるイメージがある。そう、
みきちゃん、うん、いやでもリカちゃんかなやっぱり思う。でもリカちゃんは元気があってなんかはしゃいでるイメージがある。うん、そう、なんかいつも年少はなんかなんていうの、年少、うん、年少はなんかリカちゃんの次くらいかな。なんかリカちゃんそのムードメーカー、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、そうそうそうで、なんだっけ、何まで言ったっけ、あ、あれか、そっか。じゃあ、他はね、なんだろう、でも他は私にはあんま必要ないんですよね。争い争いもある、手間取り難しいって書いてある。なんだ争いは。旅立ち、十分ならず急ぐな、やっぱ旅立ちませんからってね、うん、確かに。病、次第に軽くなる。病、大丈夫ね、まだ大丈夫よ多分。心の病も次第に軽くなるって言います。あ、そうだ、フォロワー8000人突破したんだった。あ、そうそうそう、ありがとうございます、本当にありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。1000人突破ありがとうございます、嬉しい。そう、すごい、本当にありがとうございます、素晴らしい。あ、フォローしました、ありがとうございます。ぜひ皆さんフォローお願いします。キュン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 、白のハートを赤にしてください。赤から白にしちゃダメだよ絶対おめでとう、ありがとうございます。明けおめありがとうございます。心に病があるの、うんうん、まあ、まあ人生ありますよそりゃね。あれ青になった、あれあれ肌青いの押したら白くなった、やめてそれしないで、絶対押したらもう激おこプンプン丸になるからね。フォローしまくってる、それあの最終的に白にならないように押していただければ幸いでございます最初からフォロー済みです、ありがとうございます、ハートありがとうございます。そんなこと言ったらみんなハート連打しちゃうダメよ、白にしらみよ、赤では赤、バーン見てくださいね。まあいろいろありますね。うせもの、まもなく出るだって。私なんかなくしたっけ、でもなんか人生のうせものかな、そんな軽いうせものじゃないと思うよね。例えばさあ、パールちゃんのパール取れたのに出たみたいな、そんな軽いことじゃないと思うんですよ。もっと多分あの大事なことだと思うので、何かなって思いますね。ハートピンクにしてありがとうございます。人生の忘れ物ね、なんかあるかも。右下の星じゃなく右上のハートを連打ありがとうございます右下の星、え、どっちもしてねどっちもしてほしいなどっちもしてほしいな。クジックアンド完了ありがとうございます。イヤリングとかなくしてない、イヤリングなくしたわ、はなちゃんとお出かけした時なくしちゃったんですよ、あの自分のイヤリングをなくしちゃって、キャーとか、あー、さい銭箱ありがとうございます、かわいい、ありがとうございます。何忘れたっけ、体重忘れたい、わかるよそう、あ、お揃いのじゃない、アナンちゃんと、アナンちゃんの時、あの時は違った、自分の普通の自分のやつだった。ね、確かね、これか、これかな、この私の自分のやつの半片方残して、もう片方なくしちゃったんですよ、つけてたのなくしちゃって、悲しい悲しいよ本当に。身長何センチ、身長は150持って4 153.8 だったから持って154だね。うん、身長伸びてる、伸びてると思う、まだまだ
育ち盛り。4センチ伸びた。そう、4センチ、そうだね、プロフィールから4センチくらい伸びた。そう、プロフィールより伸びたんですよ。みおちゃんクラス、みおちゃんと変わんなくなってきた。みおちゃんが悔しそうにしてた。うん、そうそう、170くらいになりたい。まあ高くなればなって思ってますね。どうだろうね、まだわからない。うん、本当にまあなった時にいいなって思えれば。今日は耳があるから160センチ超え。でも何センチあるんだろう、6センチくらいあるかな、軽く。うん、確かにそうかもね。うん、うん、みおちゃん抜いたんじゃない、みおちゃん抜いたかな、抜いたかな、どうだろう。クマの絨毯ありがとうございます。アナンちゃん抜ける。でもアナンちゃんも伸びてるんですよ。抜けない、あれはちょっともう頑張んなきゃ。自分の身長は抜かさないでください。会ったことないからどれくらいかわからないけど、多分まだ抜かさないよ。そうね、今日はハーフツインです。はじめまして、受験さん、ありがとうございます。俺の身長抜かされるだから、あ、分からないよ。ただ抜かさないから大丈夫。あー、お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。クラスでは大きい方？うん、まあまあかな。あ、でも考えてみれば公園で会った方いましたね、劇場公園。私が立って、あの、なんていうんですかね、降りてステージから立たないと分かんないか、これはね、って思います。そういえば公園で会ってますね。でも見た感じまだ抜けないなって感じですよ、全部ほとんどの方。あー、ということで今日はですね、あの SK48 のこの全力制服っていう衣装図鑑をちょっと今日見たいと思ってて、あのファンの方からいただいたんですけど、今日はそれを見ていきたいなと思います。イエーイ。そういえば昨日刀の発注しました。素晴らしい、ありがとうございます。なんでうさ耳なんですか、なんでうさ耳なんですか。気分です。気分ですね。ということで、懐かしい、懐かしい、懐かしいですか。1枚目から、もう1枚目からですね。1枚目可愛いんですよ。そう、自分も手元に用意するからちょっと待ってて。あ、待ちます、待ちますよ。どの衣装が好き、どの衣装かな。でもカンガルー可愛いなと思います。でもなんだろう、あ、でもやっぱ前のめりかな、前のめりが一番好きです。前のめりしか勝たんですね、本当。前のめりほんと可愛い、やばいですよ。じゃあそろそろいいかな。はじめまして、初見さん、ありがとうございます。準備 OK、 OK、 じゃあ行きます。まず1枚目いきます。見てください、もう最初から、最初からですよ、最初から。あの強い着物用のルーさんがセンターで可愛い、やばい、可愛いね。強い着物をこの前着させていただいたんですけど、すごく可愛い。なんか制服チックなの好きなんですよね、結構。最初から素晴らしい。あ、髪可愛い、可愛い、可愛い。そして次がチョコの奴隷、エゴさんが可愛い、可愛い。これ絶対私ピンク着たいです。これめちゃくちゃピンク着たいんですけど。ピンク
きたい。かわいい、チョコのモデルめっちゃかわいいですよね。あ、そしてふともいファイナリー、わあ、かわいい、りょうはさんがかわいい、もうすごく、さすがうらまやさんがかわいいよ、石木玲奈さんかな、かわいい。かたおもいファイナリー、そういえばなんですけど、かたおもいファイナリー、私がよくお母さんが用意してくれたんですけど、いつも踊ってる時にの衣装が結構似てるんですよね。これが結構似てて、でもこれ結構探すのがね、ワインレッドの服って探すのがとっても大変だったんですよ。なくて、ほとんどジャケットもスカートもなんてあんまなくて難しかったんですよね。そう、かわいい、着てる、かわいい。あー、意外にマンゴーだ、意外にマンゴーはね。でもね、水色のリボンが見つからなくて、水色の服が、水色のこのボーダーみたいな、ボーダーじゃないな、なんていうの、水色のが入った服あんま見つからなくて、水色のセーラー服っていうのが難しかったんですけど、まあ、ちょっと似せて紫という色でしたね、これは。かわいい、ゆななさんがかわいい、かわいい。ベレー帽かぶりたいな、この。して12月のカンガルー、かわいい、かわいい。そう、これがなんですけど、いつもマフラーを巻いて私踊ってるじゃないですか。なんですけど、これがですね、私がいつもつけてるマフラー似てるんですよ。とても似てて、かわいい、かわいすぎる、かわいい、てかみんなかわいい、やばい、かわいいね。そう、似てるでしょ、雲の絨毯、ありがとうございます。そう、似てるんですよ、すごいかわいい。そして無意識の色、うわ、かわいい、これも難しくてなくて、でも頑張ってもう作りましたよ、本当に。あれはもう作ったわけじゃないですけど、どうしようって考えて、うわー、かわいい、かわいいな。なんか無意識の色って、この赤と青の服以外にも白のやつってあるじゃないですか。あれもかわいいなと思って、ワッペンついたところらへんにかわいいなと思って、あー、かわいい、そう、かわいい、ララさんがかわいい、かわいい、とてもかわいいです。花丸、不器用太陽、あ、不器用太陽もね、そう、不器用太陽、一応お母さん衣装作ってくれたんですけど、私がまだ覚えてなくてまだ寝ないんですけど、そのコルセットの衣装なんですけど、かわいい、お人形さんみたいね、やばい、なんか大宮さんの座り方と顔がもうお人形さんみたいです。かわいい、めちゃくちゃかわいい。そしてナポレオン風衣装、え、何これ、知らないかも、これ、え、知らない、なんだろう、この人、え、かわいい、マキコさんの似合ってる帽子がかわいい、え、かわいいでしょ。浮世絵を楽しみにしておきます、ちょっと頑張りますあ、おきどき、え、おきどき、かわいい、おっきい、待って、水野愛理さんのこの帽子と服かわいすぎる。あ、チェリさんがかわいい、やばい、これ着たいな、普通に。ウキウキってどんな衣装でしたっけ、あれの私が着てるやつ、あれか、うん、もうちょっと頑張って似せようって思う、これ見ると。あー、パレオだ、パレオ、このあれですね、多分衣装、この水色の衣装だ。あー、熊崎さんがかわいい、もう最近も熊崎さんが天使、もう可愛いんですよ、本当に。もうなんかもう美しい、憧れの女性です、本当可愛い、熊崎さん、わっ、うお、美しい稲妻、かわゆ、かわいい、めっちゃ可愛い、かわいい、素晴らしい、なおさんがかわいい、わあ、制服の目、制服が目を出すよ、かわいい、
制服。そう、あ、そう、牛年、熊崎さん牛年なんですよ。そう、この話、その話を前してて、この強い着物屋の時に楽しかったうわー、かわいい。うん、須田さんが素敵。してすごい、いきなりパンチラインかっこいい。いいな、このキラキラした衣装着たい。ジーナさんがもう素晴らしい、素晴らしいよ、もうそうそう、うっせやし、そうそう、半目線で微笑ましい。だってありがとうございます。はい、ということ。あ、青空片思いの衣装って結構にに似せてるような。うん、そう、ごめんねサマー可愛いなーって思った。ごめんねサマー、あ、そう、ワンツースリーフォーよろしくなんですけど、ないんですよさ、なかなか。でなので、まあ、一応制服で踊ってるんですけど、この衣装本当に着たいなー、こういう本物。あ、待って、ビーメロ部分のセリフが強烈な印象を残すだって。やっぱりね、やっぱりね。あ、待って、それまですごい選抜メンバーで少なかったんですね。え、こんなに少なかったんだ。え、 1,2,3,4,5,6,7 人しかいない選抜メンバーが。え、そんなに少なかったの。あ、ワンツーセフォーで増えたけ。待って待って、考えられないんですけれども、素晴らしい。7人選抜、8人選抜、え、もう少なかったんだね。え、急に増えたんだ。なるほど。あ、え、待って、バンザイビーナス可愛いな。バンザイビーナス大好きな人、可愛い。バンザイビーナス、あ、急に16になったんだ。びっくりだよ、それはちょっとびっくり。え、知らなかった、私ずっと。すごいね、7人に若手が入るのは大変なことよ。でも確かにそうだよね、最初からでも7人選抜が一番良かった。見てみたいなそっかね、そうだね、確かに最初期の頃だから。すごいね、ほんとすごい。普通で制服なんだ。で、なんかパレオ、あの、で、あの MV は水着だったんですけど、なんか制服が書いてあるんですよね。そう、この歌、ま、FNS 歌夏祭りの歌の夏祭りの衣装がとても可愛いんですよね。でもやっぱ一番好きなのはやっぱこの NHK 紅白の選抜メンバーの衣装ですね。いや、これは本当素晴らしいですよ。めちゃ見ない感じ、ありがとうございます。素晴らしい、本当可愛い、とても素晴らしい、可愛い。紫着たいな。かわいい、紫がいいな、着るなら。あ、ピンクもかわいい。あ、水色も、あ、もう全部何でも、着れたら何でもいいって感じ。かわいいね、紅白の時の衣装いいよね。で、めっちゃかわいい。そうだね、紅白の豪華服ね、ほんとだね、めちゃくちゃかわいい。そしてオキドキ、すっごいかっこいい。オーキードーキー、かわいい、ね、かわいいね、かわいいよ。片思いファイナリー、もう難しかったよ、もう衣装が。愛してラブル、そう、愛してラブルのこの、あの、そうですね、この松井玲奈さんのこのピンクと紫のやつがかわいいなと思って、着たいな、かわいい。キスだって左利き、そう、これね、かわいい。
ものすごく制服が、え、コンサート用衣装かわいいな、キスケキのなんかオオカミとプライドの衣装にちょっと似てる。クトメファイナリーの衣装めっちゃ好きね。クトメファイナリーめっちゃ可愛いもんね。あれ真似できないよ。でチョコのど、チョコのどれ、あれ、あ、チョコのどれの歌番組衣装とか分けてあるんだ。私歌番組の衣装が着たくて、このチョコレートっぽい水色とピンクのこれ可愛いなと思って。でもこのキラキラしてるのも可愛い。可愛いな。美しい夏もすごいですね。チョコか、可愛い、素晴らしい、かわいいなあ。このアニマル柄衣装ってやつは今の、あの今日11 12月の大富豪のあれでしたね、カードの服でしたね、うん、そうそうそう。あ、このジュリジュリベイビーっていうカップリング曲のやつはこれ今のチーム S さんのダンスメドレーですね、確か。これ着たいんですよ、着たいよこれ。あ、賛成かわいい、賛成かわ、あ、なんか最初は賛成かわいいって私いつもこうリボンつけてるじゃないですか。最初はあのリボンをつけずに出ようと思ったんですけど、リボンつけた方がかわいいねってなって、レインボーのリボンがちょうどあったんですよ。なので、あ、なかったようです。なかなくて、で結んだんですかね、リボンのテープみたいなのを、なんて言うんだろう、ゴールテープみたいなやつ、もうなんかゴールテープ、なんかこういう運動会でパーンってなるやつ、あのテープみたいなやつをぐるぐるのリボンに巻いてつけたんですよ。でそれで結構賛成かわいいの衣装っぽくなったねってなったんですけど、やっぱ本物は違いますねって思います。素晴らしい。あ、未来とはかわいい、そう、後ろに羽がつくってすごくないですか。これまたかわいいんですよ。あ、かわいい、かわいい。これはさすがに似せれないですね、リボンがまず難しい。じゃなんだっけ、蝶か、蝶がまず難しいから、これはもう無理、もうどんだけ頑張っても無理。え、すごい、ミュージックステーションの衣装かわいい、かわいい、これ着たいなあ。不器用太陽、そう、不器用太陽の NHK 紅白のこの衣装がオレンジのやつなんですけど、とても可愛いんですよ。あ、初見です、初見さん、ありがとうございます。そう、とても可愛いんですよ。あの、なんでですか、もう羽、なんかゴージャスって感じ、ほんと可愛いんですよね、思いません。衣装はプロ、衣装はプロ、本当にもう可愛い、素晴らしい、いいなぁ、可愛いなぁ。え、ホークグレースの衣装だ、きたーい、青春ガールズみたい。あ、来ました、12月のカンガルー、期待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 、あと100回くらい期待。そう、武教大の紅白衣装良かった、めっちゃ可愛いですよね、すごく可愛かった。その当時テレビで紅白見てました、多分見てない、その時は多分見てないと思う、分からない、もう記憶がないもんだって。そうね、48の衣装人気だね、めっちゃ可愛いもんだって、ほぼ全て12巻、これだけに捨てた。他も何でもいいって感じだね、もう私の衣装はこれだけに捨てて、私頑張ってって感じ。可愛いでね、12月の考え着たいな。ポケティッシュ渋滞中、ポケティッシュ、うんうん、可愛い、ミュージックステーションの衣装かわいいの、これも通学時衣装が一番好きだから、通学時衣装ね。あれ、でも今のチーム S さんの通学時の衣装、通学時の衣装とまた違うのかな、それも気になる。前のめり来ました、前のめり来ましたよ。あ、フォローしました、ありがとうございます。前のめり来ましたよ、かわいい、絶対着たい。あの、このMV の、 MV じゃない、 MV の衣装ないな、なんだっけこれ、普通紫のこのスカート、紫にお花のスカートに、かわいい、アーナーさんの衣装とってもかわいい、
ちゃくちゃ可愛くないですか。可愛いですね。来ました、チキンライン。チキンラインはかっこいい。チキンライン、私今着てる衣装あるじゃないですか。その衣装は似せたんですけど、結構似せたんですけど、まあまあいい感じかなって。みやちゃん紫好きやな。もうめっちゃ好きだよ。ランドセルも紫なんだよ。だってあ、みやちゃんの洋服またファンの方のプレゼントかな。そうそうですやん。前のめりの、ん、待って待って、前のめりの、ちょっと待ってね。そう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 、前のめりね。え、そう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 、ね、かわいいね、めっちゃかわいい。あ、何見てるんですか。これはですね、衣装図鑑を見てます。 SKE の SKE の衣装図鑑を見てます。でもチキンラインはジュリナさんがかっこいい、衣装がとてもとてつもなくかっこいいです。かっこいい。あ、金の愛、銀の愛ね、かっこいいね。これもなんか似てますね、なんかチキンラインと。あ、意外にマンゴー、かわいい、着たいな。意外にマンゴー着たいな。着たいな。あ、無意識の色、着たいな、かわいいなね、めちゃめちゃかっこいい。めちゃくちゃ可愛いですね。やっぱこの MV の白の衣装もとっても可愛いね。なんかワッペンついてるんですけど、いろいろ全部書いてるんですよね、昔の曲が。素晴らしいですね、素晴らしい。うん、ね、とすごい。マンゴーの衣装見れちゃいや、ありがとうございます。どうだろう、でも本物着てみたいな。あ、一回着たね。あ、一回着たわ、そういえば。そうだ、研究生のバージョンを一回着たんですけど、素晴らしい。あの、このあ、マンゴーですね、マンゴーの一回あの着たんですけど、かわいい。あー、いきなりパンチライン来ました。これめちゃくちゃいいですね、パンチライン。この須田さんのスカートの衣装が着てみたい、かわいい、めちゃくちゃ綺麗。遊びに来てありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。無意識の MV はそれまでのシングル曲衣装を着ながら歌ってる。そうそうなんですよね、そう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 、めっちゃかわいいですね。まあ、などなどたくさんあるんですけど、見てほしいのがあって、このそう、このですね、なんと濃いですね。ちょっとなんかここに青春ガールズの衣装が載ってるんですよ、なんとなんと。素晴らしくないですか。そう載ってるんです。で、僕の打ち上げ花火のあのこのなんていうんですか、なんて言えばいいんだろう、僕の打ち上げ花火のこのトルソーがなんだっけ、なんて言うんだっけ、僕の打ち上げ花火の手の、僕の打ち上げ花火って載ってる浴衣が私の今着てる浴衣と同じなんですよ。そう、今着てるあの
今着てる青春柄って今着てる浴衣と同じなんですよ。同じ柄ですごくないですか。やったやった嬉しい。そう、このピンクと白のやつなんですけど、私が今これ着てるんですよ。嬉しいなって思いましたそう、ピンクと白っぽいやつ、そうなんですよ。そうそうね、かわいいね。でもいや、ブルーローズ着てみたいな、かっこいいな、かっこいい。181ページだね。そう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 、フォロワー8000人を超えてるね。そうなんですよ、ありがとうございます。ありがとうございます。キュンですミレイモデルの方でも本当嬉しい。やったでああカップリングイズの本物着たい、とても着たい、とても着たいです、とても着たいですよ。本当にめちゃくちゃ着たいんですけどね。ね、あと私あれも着たいです。どれだっけ、もうカセネタ足跡の公園の通学時計を着たいです。そうそうそう、この通学時計、あとダンスメドレーナンバー、そうそう、さっきのジュリジュリベイビーの着たいんですよね。とっても可愛いんですよね。そう、可愛い。会いたかった、懐かしいな。やっぱガラスのエルビューめちゃくちゃ可愛いですね。ガラス着たいかも。見たい見たい、だって嬉しい嬉しいな。さあ、あとですね、あ、この212ページの SKE 専用劇場秋までにできるのか、制服用パスタル衣装ってやつなんですけど、この衣装が私が今回あのチーム E さんの曲をやった時に、ね、松公園でチーム S さんの服を着させてもらったんですけど、可愛かったんですよね、これが、うん、思いませんでしたか、16審判所の時のからの、まあ、本当可愛かったです。あ、タオンありがとうございます。よしよし、ありがとうございます。タワータワーございます。はい、とありがとうございます。かわいいかわいい、ありがとうございます、嬉しいな、ありがとうございます。そうなんですよ、そうなんですよね、かわいいですよ。そしてこのカラフル&ギラギラ衣装って言って、今チーム E さんのほっぺつねるとかの服に使われてるんですけど、これが可愛いんですよね。私が着るなら紫かピンクか水色です。いや、それサイリウムカラーやんかい、ありがとうございます。そう、でも可愛いなって、紫可愛いなって思うんですよ。でも水色も可愛いなって思ってたらピンクも可愛いなって思うんですよね。そういうのが衣装って思うんですけど、うん、そうそう。あとこのスポーティー衣装っていう224ページのやつなんですけど、これのですよ、今チーム S さんのアンコール曲で使われてる衣装なんですけど、これのルーさんのカチューシャの衣装がとっても可愛くて、行きたいなってめっちゃ思ってます。カチューシャつけたいんです、カチューシャで服着たいんですよ。めっちゃ可愛いなって思います、素晴らしい。そうして、素晴らしいですよね、本当に。 あとこの239ページのダダマシンガンの衣装なんですけど、松井玲奈さんの卒業コンサートのトヨタスタジアムで行われたダダマシンガンの衣装が、奇跡の流星群の時の FNS かな、 FNS の時の衣装だったのかな、どっかで見たんですけど、奇跡の流星群の衣装、この衣装可愛いんですよね。絶対に着たい、着て踊りたい、絶対着たい。あ、そっか、ルーさんが着てるから誰か着れないかな、そこをなんとかっていうね、可愛いんですよ、この衣装絶対着たいなと思います。そしてメンバーに一番人気だった衣装は、でで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 で、1位12月カンガルーの MV 衣装、2位コケティッシュ渋滞中の MV 衣装、3位パレオエメラルド2012年 NHK 紅白歌合戦の衣装でした。わかります、すべてわかります、ですよね、わかりますよ。
可愛いですね。このラブリー衣装っていうのがとっても可愛いんですよね。あーもうやばい、可愛い可愛いとしか言いようがないだはって感じで、可愛いんですよね。どうすればこんな可愛い衣装できるんでしょうね、思いませんか。え、可愛いよね。だよね、やばいよね。えいちゃんもいつか CM 選抜に、あ、そしたらあれ着れるのかなって、ただマシンガン着れるのかなってそう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 、衣装というと10期生メンバーの渚のイメージの衣装オリジナルだよね。そうなんですよ、10期生のために作っていただけてなんと光栄なんでしょうって。素晴らしいですよね、あんな豪華なもの、素晴らしいですよ。すごい、本当もうありがたいですよね。もうありがたき幸せって感じですよ。ありがとうございます。もうお母様が衣装作ってるの、いや衣装は作ってるわけじゃないです、探してくれるんですけど、作ってはないですね、さすがに。そうそう、と衣装ですよね。ジュッキー可愛いですよね。首元がチクチクするのはちょっと難点なんですけど、他はとっても可愛いんですよ。そう、まあそんな感じですかね。そう、そしてこの229ページ228ページの SK なんて言うんだろうこれ、あ、2014年開催の SK48 単独ツアーで披露された、ブルーがチーム S、 レッドがチーム K2、 イエローがチーム E、 ピンクが研究生っていうのなんですけど、ピンクの衣装が今回私たちがチーム S さんの曲をやらせていただくときに年末公演で着させていただいた服で、なんか最初はあれこれちょっとどんな感じなんだろうって、着たらどんな感じなんだろうと思ったんですけど、とっても可愛くて、なんか同じジャンプの時あったんですけど、めっちゃふわふわなんですよね。ほんと可愛かったです、あれも本当に。でもこれはなんかリセット公演のちょっと衣装に似てるなって思ったんですけど、リセット公演の衣装じゃないかなって思うくらい似てるですけど、違うみたいですね。そう、似てるなと思って、思いません？そう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 。かわいい、かわいいな。あ、そうだ。この SK フェスティバル公演の未来が身にしみるの衣装がとてもかわいいんですよね。このカラフルな衣装着たいな。かわいい。ということで、素晴らしい衣装がたくさんあるんだなと SK には思いましたね。ありがとうございます。なんか落ちたよ、何落ちたの今。ネジが取れた、テーブルの。あとで直します、修理修理。はい、まあそんなことでして、いろいろあるんですけど、よしよし、危ない。はい、まあということで、そうなんですよね。で、ちょっと話は別なんですけど、そう、今のこの衣装を見てて思ったんですけど、ショールームを踊り始めてからなんですけど、ショールームを踊り始めてからちょっと経ったくらいの時に、夏くらいの時にどうだろう、多分まあそこは置いといて、まあとにかくいつか忘れたんですけど、それくらいにマネージャーさん経由で、マキコさん、斉藤マキコさんからメッセージというか、なんて言うんでしょう、なんか私がショールームで踊ってるのを見て、もっと振り振り見て覚えてねみたいな感じのことを言ってくださったんですよ。まあマネージャーさん経由ですけど、本当に嬉しくて、なんか踊ってきた甲斐があったなって思ったの でそこからなんかもっと覚えるようになってきたんですけど、そうで、その時はまだちょっとしか踊れなかったのにかもかかわらず、そんなに言ってくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございますって、本当に、まあ、いつ頃かちょっと春くらいだったかなと思うんですけど、で、そう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 
そうなんですよね。あと SK48 のなんだっけ忘れちゃったな、マキコさんに無意識の色の振り入れをしてもらった時があったんですけど、その時もなんかすごいねってなんか褒めてもらった時もあって、すごいな嬉しかったんですけどね。そうなんかそれからちょっと頑張ってミレー公演までできるようになって、衣装もちゃんとお母さんがやってくださって嬉しかった本当に。そうそう、で懐かしいね、丸一丸か、丸一丸ね、懐かしいね。ね、嬉しいですよね、本当に嬉しいよね。頑張りは必ず誰かが見てくれる、いいことじゃないですか。もうマキコさんは SKE 全体をよく見てるよね。本当にマキコさんって本当素晴らしいなと思います、毎回本当にね。そうそう、で先輩たちもね見てくださってるのが嬉しい。あとねルーさんもねミレー公演見てくれたって言ってたんですよこの前。やばいじゃないですか、緊張するじゃんって、もうこれからめいちゃんの配信これメンバーも注目していたね。そうなんですか、嬉しい、ありがとうございます。って無意識は振り入れしてもらってからさらに良くなった、ありがとうございます。マックさんとゆくさん本当によく見えてくる、見てくれているね。そうなんですよ、この前の We are growing up も10期のエゴさんはそれをエゴさんがそれ選んでくださいましたし、大好きなルーさんが見てくれたんでよかったね本当に。もうこれだけで生きていける、はい、まあそんな感じですかね。そうそう、ゆいなさんも見に来てくださったことがあったんですよ、アドバイスもしてくださって、嬉しかったですね、本当ありがとうございますって感じです。はい、ということで何をしようどうしようかな、じゃあ魔法を一回だけやん、じゃあマジックをやりたいと思います。昨日できなかったから、はい、トランプでお札が浮くマジック、イエーイって言っても皆さん分かっちゃうもんねじゃあやります、いきますよ、よし、じゃあいきます。まずじゃあ一段と可愛いんじゃなくて、ありがとうございます。はい、ということでまずですね、こちらに、お金と紙のお金とこのこちらの何でしたっけ、これトランプが何でも忘れちゃったの、トランプがあります。はい、ということでまずこれに置きます。そしてこれをこの魔法のカードで仰ぐのですね。てん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 上から行くと、てて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 てん、下がります。おお、ということでですね、素晴らしいんですよね。てーの、てて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 、おお、上から行くと、てて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 、おお、下がりまーす。ネタバレしてもらう、ネタバレはちょっとやめてよ。
んか見る。あね、クラウドくんだって仕掛け分かっちゃうね。こっちにしようか。浮いてるよー。で、下がってるよー。さて、皆さん、こんな面白いマジックはいかがですか？お、すごいですよね。びっくりじゃないですか。本当素晴らしいと思います。まあまあ、お堅いことは言わずに。ありがとうございます。購入します。素晴らしい。あ、そしたら寝た。種が分かっちまうじゃないか。あ、拍手ありがとうございます。まあ、いいですよ、細かいことは気にしないでくださいね。あ、いいですよ、糸が見えるって言うならこっちでもやってあげますよ。こっちの方でも行きましょう。ててあ、風を泳がなきゃダメだった。しかしこっちが魔法のカードだから、風が、ま、魔法の風が出るのはこっちだけなんですよね。あー、残念残念。ということでありがとうございました。プチプチプチ。ではそして、黒ひげをやりたいと思います。イエーイ。待って、書いてあったよね、なんか騒ぎはそうなり。イエーイ。ということでいきたいと思います。はい、今日はなんだっけ、これ名前なんだっけ、大ピンチモッキーっていうのをやりたいと思います。いや、いや、よいしょ。ってことで、よいしょ、いきます。今日お母さんとじゃやろうかなって思います。 Hey mommy come on ってことでいきます。覚えてる方は覚えてくださってるかもね。ミレイちゃんが呼ばれやつ、ちょっと何言ってるか分かんないかな。マミミレイちゃんのリアクションに注目です。あれ、何のことだろうかな。でお母さん手袋をつけてやっていきます。じゃあまず先攻後攻インジャスていきます。あ、知ってますか、あの先攻か後攻か決めるやつです。いきますよ、先攻後攻インジャスて。ということで、行きたいと思います。どうぞ、剣をどうぞ、こちらの。はい、じゃあどうぞ。見えないね、なんか。おー、イエーイ。おー、もうみんなキャーキャー言わんといてな。いや、誰が言っとんじゃって。おー、おお、わっ、おお、救急車も鳴っております。あっ、刺さるのが怖かったぞ。おら、大丈夫だ。おお、ギュギュ刺されちゃう。おお、ええ、待って、あとちょっとしかないじゃん。あ、下の下があるのか、ここで。おお、おお、どうせ私が負けるやつでしょ、もう分かってるよ。ダメです、言霊ということがあります。おお、さて、どっちに刺すかな。どうしたの、はい、刺して。あー、びっくりした。
あ、でも待って、初めて買ったんじゃない？やったー、買ったぞー、やもなしやもなし、やったやーやったやったよ。え、珍しく買ったって、ちょっと珍しく外してもらっていい？買っただけでいいよ。はい、ありがとうございます。やった、買ったよ、買った買った。ちょっとこれで敵をね、敵をということで、もう一回いきます。じゃあもう一回いこう。さあ最終決戦でございます。いきますよ、成功高校院女せ、勝ったということで、あ、まだ刺さってた。じゃあ力でいきます。もうクイズさん一発目で当たったら面白くない？なんでミスはしませんけどね。はい、もうなんかね、もう気楽、なんかね、一回勝ったからっていう気楽がある。はい、どうぞ。いいリアクションした方が勝ちってそんなのないからね。もうゲームはやっぱり勝負で決まる。よし、はい、はい、スポスポ当てはまっていきます。余裕ぶってんじゃん。グッズだねーとか言ってバーンっていけるさ、怖いって。でも待って、私が勝ったよ。もうこれで私が弱いゲームと言わせないからね。はい、ということでありがとうございました。面白かった、めっちゃ面白かった。あー面白い、おー腰が痛い、痛かった。ね、びっくりした、もう牛年だけにということでということで、では踊ろうかなと思いますって言いたいところなんだけど、何を踊ろうかなって。踊る曲がない、ミレイさんでした。何を踊ろう、何がいいのかな。じゃあ今日、あ、そうだ、今日はオキドキを踊ろうかな。そうだ、オキドキ踊らなきゃ。じゃあオキドキで今日は1曲でいきましょうかね。お片付け偉い、お片付けは大事だよ、うん、ってことでいきます。よいしょ、じゃあちょっと待ってくださいね。自撮りカメラ、はい、ファルフワリン集まって、はいはい、せーの、くしゃはい、みんなフレンズバッグ映って、はい、301、はい、ということで、はあ、よいしょ、撮りたいと思います。オキドキ、あれだ、オキドキ、つらい、あんたでもきっと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 、あんた
ばいね。やばい、最後忘れちゃった。思い出さなきゃ。ダメダメ。待って、忘れちゃった。最悪や。頑張りますね、練習。
ありがとうございます。ということでキャッチフレーズをさせていただきます。はい、あなたと私をつなぐ愛のナンバーは301でミレイキラーン。ありがとうございます。 SK48 次期研究生、小学6年生、11歳の林ミレイです。ありがとうございます。ということでランキングに移りたいと思います。イエーイ。では第13位の方から、ショー、第13位の方から、13位の方、無意識の色、じゃいきます。僕たちの無意識は一体何色だ、どっちさはいつでも言う、近づく。ありがとうございます。ありがとうございます。では次第12位の方、リセットます。風もいいねのチームよ、勝負だぜ、誰も見たことないパフォーマンス。ありがとうございます。では次第10位の方、11位の方、ごめんなさい、11位の方、ブナジャンプ。ねえ、愛しているなら全力でジャンプして。ありがとうございます。ありがとうございます。では次第10位の方、一つさ口に入れて、下のその上で転がすのよ。ありがとうございます。では次第9位の方、うほ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 うこっちの質問違う、あ、すいません、違う質問のショートフォークになりました、ごめんなさい。はい、では次第9位の方、第8位の方、わエスケープ。でも閉じていき急ぐ望むしに朝。ありがとうございます。では次第7位の方、ワンツーシーフよろしく、いきます。するとね、朝早起きになるんだって。理由？知らない。ありがとうございます。では次第6位の方、開運のキャパシティ、パス。あなただけがキャパシティ、他の人は無理なの。ありがとうございます。じゃあ次第5位の方、スキスキスキップ、いきます。スキップしたくなる両手を振って。ありがとうございます。じゃあ次第4位の方、次第3位の方、そういうとこあるよね、倍速でいきます。君がそう思いながらとこあるよね、空気なんて気にしない、ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりに。では次
第2位の方。パーティングショット。サビとリズム聞かせてくれば、ショーパン。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日の第1位の方、本当にありがとうございます。で、今日第1位の方。おー。ジェラクシンパシー、いきます。君にジェラクシンパシー、何も話してなくても、ありがとうございます。はい、ということで今日もたくさんの方が見に来てくださってありがとうございました。はいはい、ということで今日の配信は終わりにします。ありがとうございました。自撮りカメラありがとうございます。はい、ということで、ではミレフレンズじゃんけんいきます。ミレフレンズじゃんけん、じゃんけん、はい、今日はパンちゃんでした。ということで今日もありがとうございました。あ、大富豪はですね8時5分から、8時、あ、8時からできますね。ってことで大富豪は8時からやりたいと思います。ぜひ皆さんやってね。8時から5分ごとにやってください。よろしくお願いします。電波時計で合わせてます。ではいきますよ。最後にせーの、10 9 8 7 6 5 4 3丸一、ありがとうございました。またね。明日はやるかもしれない、多分やんないかもしれない。じゃあね、入れとくね、配信を。ってまたね、バイバーイ。